おはようございます。今日は Get Ready With Me、 おはようございます。今日はお仕事に行く前の Get Ready With Me を撮ろうと思います。お願いします。ただいまの時刻は8時44分でございます。本当に寝起きのね、今ね15分びっくりしたよ。カメラ見てびっくりしてブッシュ。まず日焼け止めを塗っていきます。日焼け止めはその日によって変えるんだけど、今日はちょっとピンク味のあるジパンシーを使ってきます。ジパンシーのね、日焼け止めはね、ちょっとピンク味がね、これあってね、今からちょっとピンクパープル系のメイクをするから、日焼け止めの時点でピンクを仕込みます。次に使うのが久しぶりのジョンセンブル、この辺とこの毛穴気になるところら辺、まっちゃんとかも出てくる。今日のファンデーションはこれ、新入り、ちょっと名前呼べないんだけど、これはね 18C っていう色使います。めちゃめちゃ強って感じのファンデーションです。粉はいつもの、昨日の夜もさ、お仕事終わって帰ってきたのが11時ぐらいだったら、夜もバタバタしてて、今日本当は朝区役所といろいろそういう系のところに回らなきゃいけなかったんだけど、7時にアラームかけてたんだけどさ、もう眠すぎてさ、ちょっと諦めて今日はいいやと思って起きるのは諦めました。とにかくね、朝早起きするのが何よりも苦手。いつも朝何時に起きるんですか、夜何時に寝るんですか、インスタとかさ質問コーナーとかやると来るんだけど、もう本当に毎日さ、仕事のさ終わりも本当にバラバラだし、早くて7時半とか8時ぐらいで、遅いとさもう本当家帰っても仕事とかあったりとか会食待ったりとかするから、本当に日によってマジでバラバラなわけだから、寝る時間も本当に3時とか4時の時もあれば12時に寝る時もあるしみたいな、こう毎日バラバラなんだよね。起きる時間もいつもバラバラ。これもね、さっきのプラの前、これめっちゃ書きやすいからめっちゃおすすめ。撮影の日はさ5時とか4時に起きるんだけど、何もない日は、まあ、大体11時から10時半から11時ぐらいにオフィスに行ってっていうスケジュールになってます。でも本当に日によってね、マジでバラバラなんだよ。そうそうそう、髪の毛さ暗くしたからさ、ちょっとグレーっぽい色使ってるんだよ、この前で。本当に細い、極細だからすっごい描きやすい、すごくおすすめ。シェーディング、いつもね、シーリングぐらいまで来たらちょっとまともな人間の顔にちょっと戻れてきたんだね。これこのライトすごいクマが目立つな。これクマをさ今さ撮りたくてさ、ここのこことここのハの字みたいな感じのやつ、クマ撮りをねしたいんだけどさ、撮影もあるしさ、ダウンタイムも撮れないじゃん。でどのくらい晴れるのかわかんないからさ、で写真もさ毎日撮るしさ、火曜日は絶対インスタライブあるしさ、いつやろうかなみたいな感じなんだよね。今日使うアイシャドウはこれなの、デイジークのねニットコレクションってやつ。今日はちょっとね16番のバイオレットニットっていうパープルっぽいやつ使う。ちょっとね髪の毛暗くしたからさ、暗くしたっていうか、もう黒染めはさすがにできないけど、黒染めの一歩手前ぐらいまで結構暗くしたの。今若干色落ちちゃってるけど、ずーっとやりたかったの裏髪を。けどさ、ダーリッチの洋服ってさ、パステルカラーとかさ、淡めのカラーとかも結構多かったりとかするからさ、どの洋服でもさ、似合わないっていうことが許されないわけよ、まずね。着こなさなきゃいけないし、似合わないといけないから。さすがにちょっと暗髪はなーって、うるさい。暗髪はなーみたいな感じで、ずっと諦めてきたんだけど、最近割とさ、暗髪とかでもさ、明るめな色着たりとかさ、割と、多いじゃんそういう人が。まあいっかなみたいな感じでちょっと初挑戦してみたんだけど、意外とすごい自分的にはしっくりきてて、めちゃめちゃお気に入りなんだよ。朝起きたらさ、すぐさ店舗の売上報告とかさ、寝る前に夜来てたりとかするやつとかさ、業務連絡とかを常々見てみたいなところから朝、まあ、あと SNS をね確認してしながら、準備しながらみたいな感じで朝はいつも過ごしております。アイシャドウこんな感じでございます。下まぶたも広める。うるさ、工事よ。今ね、アイシャドウはこことここ塗ったの。で、今からここ塗る。ピンク系を目にして。
ップルパープルパーティーでもさ、この間のさブルベナッツメイクしてみたみたいなやつの時に、あんま似合ってないかもみたいな、浮いてるかもみたいな言われちゃうから、確かに私も浮いてると思ったんだよね。髪色のせいもあると思うし、もろもろの理由からザ・パープルすぎるのはちょっと似合わないんだなっていうのを再認識いたしましたので、ピンク系をねしっかりめに混ぜながら、で下のさまぶたにさ赤みとかさピンク系仕込むとさ、めちゃめちゃさ中眼面が短く見えるわけ。やっぱ中眼面を下げるっていう、こう短く見せるっていうことに注力を注いで斉藤咲私生きております。今日も徹底的に仕込んでいきたいと思います。アイシャドウはこんな感じですかね。でいつもの女神スポットのハイライトクリームを塗ります。で先にちょっとバランス整えるためにチーク塗ります。これもニットコレクションのやつ、可愛くない？これがさめっちゃパープルで、薄いピンク濃いピンクハテナみたいな感じなんだけど、薄いピンクとパープルをちょっとだけ混ぜて塗ります。最近ちょっとさ、この目のところまでさ、こうやってチーク塗るの好きなんだよね。アイライナー、めっちゃピュー。今日は朝から夕方まで商品の発注会議と商品の記事決めがあるんです、来年の。なのでそんな日はお着替えもたくさんするし、サンプル修正も数え切れないくらいたくさんして、とにかく動きもあるので、そして頭も使うので、ちょっと気合を入れて、ちょっとだらしめみたいな。最近さ、もうずっと言ってると思うんだけどさ、もうずっと新しい新事業の方がもういよいよ本当に来年のちょいちょいちょいぐらいでローンチになるので準備をねしてるわけ。ダーリッチの方ともう一個の方で、今までもずっと水面下で続けてはいたんだけど、本格的に指導しますっていう感じになってきたから、もう本当に頭の中がパンクしそうで、何ができてなくて何ができていて、何をやらなきゃいけなくて何をやらなきゃいけないのか、日本語になってないけどみたいな感じで、もう頭がパンクになりすぎてちょっとパッパカラパーって感じになってるんだけど、なんかそれまたちょっとド M だから、それまたちょっと幸せなんだよね。なんかやりがいというか、うわ斉藤咲生きてるわみたいな、この感じがすごいねたまらなくね、幸せなんだけど頭がちょっとやばいなみたいな感じになるので、今は本当に私は毎日毎日精神統一と戦いながら、精神統一しながら毎日最近過ごしております。でもさ最近さあんまり何も言えないんだけどさ、いいことっていうか幸せなことたくさんさ本当に最近多くって、本当に毎日楽しい、いつも楽しいんだけどね、毎日楽しいんだけど、なんかみんなもあるかもしれないんだけどさ、辛い時とかさ嫌なことがある時とかこそさ乗り越えるためにさ幸せを見つけようとするわけよ、他のことでね。そういうタイプなわけ。辛いだけでやっていけないから、辛いことがある中で楽しみを見つけられるタイプの人間なので、結構どんな状況下でも楽しみを見つけられちゃう女斉藤咲って感じなんだ。だからそれのおかげで最近本当にね楽しいこととか幸せなことがいっぱいあって、お仕事では大変だけどプライベートを楽しみながらっていう感じで毎日生きております。最近あった皆さんの幸せのエピソードは何かありますか？結構さ、これさ、一人で喋ってさ、動画がさ、公開されてさ、編集してる時とかさ、普通に見てる分にはさ、まあ見てる人がいるわけだし、喋ってる人がいて、二人で話してるみたいな感じだから、別に何にもおかしくない。何にもおかしくないんだけど、本当にね、実際こうやってね、一人でね、もう何にも誰もいない空間でね、みんなの幸せエピソード聞かせてとかって言ってるの結構、まあ、結構カオスなわけ。でも慣れたよね。私なんか意外と Get Ready With Me の方も喋れちゃうっていう。だし、寝起き15分でさっきめっちゃテンション低かったけど、めちゃめちゃバリバリテンション上がってきたっていう。でも声は出ないっていう感じ。で、本日もお送りさせていただきます。眉毛の下のハイライト塗っていきます。眉間にも塗ります。鼻先も塗ります。この鼻にも塗っていきます。あまりにも声出なさすぎるので水飲みます。また事件が起きて、カメラの温度が下がるまで撮影できません。私のカメラ今多分壊れておりますので言われたので、ちょっとマスカラだけ先に塗りました。で、今からこのディオールのハイライト塗ります。あと、眉間。頬は塗らなくていいかな。頬は塗らない。目完成したんじゃない？目完成したっぽいわ。メイク完成したので髪の毛やります。今日はちょっとポニーテールにしようと思って一人で喋ってたんだけど、普通にボタン押し忘れてた。もうデート中から今ねちょうどねポニーテールにした。今日は前髪もオールバックにしようかなと思います。ズルリンズルム系前髪な感じ。ただ前髪が短いのでピンで留めていかないといけません。こんな感
エチュードハウスの髪の毛のフィクサーなんだけど、固めるやつ、前髪用とかなんだけど、これを落ちてこないようにシュシュシュッとして手で固めます。こんな感じで、おくれ毛巻いていきます。まあ、おでこ丸出しだから、ちょっとあんまりくるくるしないようにさりげない感じにして、おしまい。最後の仕上げに、ここのさ、おくれ毛っていうか産毛あるじゃん、とりあえず産毛を出してかき集めて、アホ毛直しみたいなやつあるじゃん、こういう感じで固めるの。そうすると、ちゃんと最近の韓国の子みたいな前髪もなくてもおでこも丸く見えて、産毛を強調する、いらないのを後ろに。こんな感じでポニーテールにしました。眉毛丸出しだから、もうちょっと眉毛描いて、左右均等に描くんだよね。とりあえずリップ塗る前にお着替えしてきます。ではリップを塗っていきたいと思いまーす。で、リップ塗る前にシェーディング、シェーディング、シェーディング、ちょっとぼかしておくと、えっ、ほんとな、最近買ったバレンティンのリップ使おうと思ったのにないから、ムーンショット使います。ピース抜いてきちゃったっぽい。最近こういうさ、ちょっと薄めのさ、ベージュピンクリップにずっとハマってんだよね。7年前ぐらいはさ、結構なんか薄いみたいな、加藤ギリアみたいなさ感じの、昔の加藤ギリアみたいなリップとかベージュ系が結構好きだったんだけど、結構発色がある系をさ最近ずっと使ってたわけですよ。だけど最近のお気に入りはこういうちょっと薄いみたいな感じの色がお気に入りです。まつげが全然上がってなかったんで上げていく。ダメだ、全然上がんない、多分まつげもまだ眠いみたい。なんて言ったってまだ10時前だから仕方ないよねっていうことで、はい、完成しました。お洋服はね、いつ買ったんだか覚えてないくらいのくったくたな、くたくたなロックティーが好きなのよ。だからわざとこれ普通のこういうやつだったけど、うにゅーってやって、ちょっとマンショルとかでも着れるように伸ばしました、わざと。スターリッチのスカート。これにフラットなエンジニアブーツのロングを合わせようかなと思って。今日はこんな感じです。どうせオフィス行ったら着替えるんだけどね、今日は修正とかいっぱいあるから。でもさ、聞いてるのがさ、もうそんなにもともと太ってるつもりなかった。たんだけどさ、ここ最近本当にいきなり急激にどん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 痩せてっちゃって、なんかね、このダーリッチのさ、去年の服とかがもうブカブカすぎてさ、入らない、なんか着れなくなってきたっていう。そんなに別に太ってたつもりはなかったんだけど、どっちかというと痩せ型だったと思ってたんだけど、さらに最近ちょっと体が絞れてきました。まあ痩せすぎはね良くないから、適度に各々の美の感覚でダイエットはしましょうっていう感じなんですけれども、すごく今体の調子もいいし、肌の調子もいいし、すべてオールオーケーっていう感じになっております。香水選ぼうかな。この中からいつも自分の好きな香水を選んでおります。今日は気分的にこのクロエちゃんの匂いなので、これを使います。で、準備が完了しました。今日もお仕事を一日頑張っていきたいと思います。そもそもゆるゆるなゲットレディーウィズミーでした。